こんばんは、キスケです。ということで、本日は最強パーティー紹介していこうかなと思います。まあ今の PVP にね、その強いパーティーって呼ばれてんのがかなり少ないんですよね。うん。で、かなり少ないかつ、あのキャラが絶対入ってたりとか、まあもちろん入ってなくて戦えるパーティーあると思うんやけど、ほぼあのキャラクターが入ってたりとか、結構ね、レパートリーが少ない感じではあるんやけど、まあこの動画を見て、今回紹介する動画、パーティーを作れば、まあ PVP で買っていけると思うんでね、何かの、まあ、なんか参考になればなと思います。それでは早速、1種類目からちょっと見ていこうかなと思います。まずはこちら。髪の毛パーティーになります。まあ、メンツ見てもらったらわかる通り、かなり強そうではあるよね。やっぱウルトラゴジータブルーを無理なく採用できるパーティーっていうのはもう環境トップクラスのパーティーなんですよ。その時点でそこがね、まあ、唯一のメリットかなっていう感じですね。で、他のメリットを挙げるのであれば、新しく追加された復活身勝手悟空、これがね、まあウルトラゴジータブルーには本当に刺さらないキャラクターではあるんやけど、まあそれにしてもやっぱ復活キャラクターは強いわ。うん、まあね、冒頭でほとんどの PVP でウルトラゴジータブルーがね、出てくるとは思うんですけど、まあ、たまに当たらないでしょ。混血サイヤ人とかさ、まあ、ビーストを主軸にしたパーティーに当たると、まあ結構輝くというか、で、別にゴジータブルーと当たればトランクスベジータ出して、まあ、射撃アーツで削っていけばいい話なんで、結構安定感もあるパーティーなのかなって思います。で、入れ替え候補としては、まあこの身勝手の極み、こいつを採用して、まあレッド属性出せるようにしてもいいのかなって思うんですけど、まあフラグメントでね、まあ新しくこれ追加されたでしょ。俺は成長を続けているっていうフラグメント。まあ耐久も火力もバランスよく上げてくれるフラグメントが追加されてるんで、まあ戦えないことはないのかなっていう、そんなイメージですね。はい。まあこのパーティーは、ゴジータブルーで殴って、まあ、他のキャラクターでこう相手のパーティーを崩していくみたいな、そういう何て言うんかな、攻撃的ではないんやけどバランスの取れたパーティーになってるんじゃないかなって思います。ということで髪の毛パーティーでした。お次のパーティーはこちら、 GT パーティーになります。唯一ではないかもしれへんけど、ウルトラゴジータブルーを採用したくないパーティーだと思います。GT はね、かなり頑張ってる方だと思いますね。全体的にキャラクターの、能力というか、強さがバランス取れてるというかね。うん。全員まんべんなく強いじゃないですか。誰かが飛び抜けていて、他がちょっと使えないみたいなパーティーではないんで、これこそ、まあ、本当に安定感のあるパーティーなのかなっていう感じです。で、色もいいよね。シンプルに。紫と緑とイエローを出していけるんやけど、まあほぼ全てのキャラクターが今の PVP に刺さるっていう、まあ紫はちょっとどうなのかなっていう感じはするけど、シンプルにゴジータブルーをその悟空ベジータ4のベジータ側で殴っていけるし、ビーストも悟空側で殴っていけるし、で特殊カバチェン向こうでもガンガン殴っていけるんで、かなり優秀だと思います。で、中にはその GT パーティーのリーダー枠をゴジータブルーにしたりとか、リミテッドの17号にしたりとか、まあそういうパーティーたまに見るんやけど、個人的にはね、救出2回使えた方が強いんじゃないかなって思うし、このメンツで十分だと思うんですよね。だから特にリーダー枠を入れ替えてごちゃごちゃするみたいな編成にしなくても、シンプルに GT で固めてあげれば、おのずと勝利は近づいてくるのかなっていう印象です。ということで GT パーティーでした。お次のパーティーはこちら、宇宙代表パーティーになります。これはね、運営から激推しされていた、まあ、タグではあるんやけど、ちょっと中途半端になっちゃったかなっていうイメージけど、シンプルに強いとは思うけど、なんかなっていう感じなんだよな。わかるかな、俺のこの何とも言えない感じ。弱くはないんやけど最強クラスでもないっていう、なんかすぐ他のキャラクター追加されればPVP から消えちゃうのかなっていう、そんなパーティーだと思います。ただ
中でもリミテッドの17号ってすごい強いキャラクターなんで、例えばこのジレンの枠、フルパワージレンの枠をウルトラゴジータブルーにして、ウルトラゴジータブルーをこうリーダー枠にしてあげれば、もう強そうですよね。シンプルに強そうなパーティーが出来上がると。だから今宇宙代表をきっちり組んで戦うってなるとちょっと厳しいのかなっていうイメージが、個人的にはあります。まあもちろんどうだろうな、突次第っていうことではあると思うんやけど、しっかりガチガチに突してウルトラヒットも赤3突以上あって、17号も赤2突以上あって、まあ、他のキャラクターも赤2突以上あるみたいな、そういう人であればウルトラゴジータブルーを採用せずに、まあ、宇宙代表単体で戦っていけるのかなって思うんですけど、まあ、僕みたいにすげえ中途半端な突だとやっぱゴジブルの力に頼らないとちょっと勝っていくのが厳しいかなっていう印象です。ただね、各々そのすごい癖が強いというか、17号はもう癖の塊じゃないですか。踏ん張り無効したり、バニシング回復したり、射撃圧でドロソクアップついたり、もうなんかいろいろできちゃうみたいな超器用なキャラクターっていう感じで、亀仙人はマフーバで2対3の状況を作れたりとか、もうめちゃくちゃ柔らかいけど復活っていう強みを持ってる復活身勝手とか、すげえ癖強いんすよ。時飛ばしのヒットとかね。だから、まあ、使いこなすのはちょっと、なんか難しいというか、能力を全部把握するのがめんどくさいっていうタイプのパーティーではあるんやけど、使いこなせれば、もうフルに、その、おのおのの能力を使いこなすことができれば、かなり優秀なパーティーなのかなって思います。まあ今は、うん、それこそ本当にシンプルに、ウルトラゴジータブルーをリーダー枠にして、宇宙代表で固めてあげるっていう使い方が、なんか一番強そうではありますね。ということで宇宙代表パーティーでした。お次のパーティーはこちら、合体戦士パーティーになります。まあ、合体戦士パーティーといってもリーダー枠がコロコロ変わるタイプの合体戦士パーティーになります。リーダー枠を、まあ、リミテッドの17号もしくは、パンちゃんとか、あとはまあヒットを採用してる人もちょっと見たことあるかなっていう感じなんやけど、現状一番強い合体戦士はおそらくリミテッドの17号を採用した、ガチッと合体戦士で固めたパーティーだと思います。このパーティーの強いところは、まあ、ウルトラゴジータブルーを採用できるっていう点もそうなんですけど、ウルトラベシットも使えるよね。でイエローの中では多分トップクラスに今強くて、ウルトラゴジータブルーに対するなんか答えというか、なんかちょっとなあなあにできるタイプのキャラクターなんすよね。ある程度受けれるし、踏ん張りもついてるし、まあ、特殊カバチェンもあるし、遠距離必殺、遠距離特殊もあるし、なあ無理やりコンボ取ってたりもできるんでね。まあそういう使い方ができるウルトラベジットを無理なく採用できるパーティーはやっぱり優秀なのかなって思います。いかにね、今の PVP はウルトラゴジータブルーに何もさせないかみたいな、だからそういう環境なんで、やっぱウルトラゴジブルに対するその、まあ、ある程度耐久できるウルトラベジットで踏ん張り貫通のライジングラッシュを無効化できる人造人間17号とか、その辺のキャラクターが今の PVP だとすげえ輝いて見えるかなっていう感じですね。すげえ強いと思います。ただまあ上3体で戦っていくのはほぼ確定なんですけど、まあ例えば交代禁止の黒髪ベジットをなんかポンって投げたりとか、うん、そういう臨機応変な戦い方もできるんで、結構個人的には好きなパーティーかな。ただね、このパーティー使うんやったらウルトラベジットの凸がかなりないと厳しいと思う。俺みたいに5凸でこのパーティー使うってなるとちょっと厳しいかな。うん、このパーティー組んで一番重要なのはやっぱウルトラベジットの凸だと思います。だから俺は5凸やからちょっとこのパーティー使いづらいというか、なんか使っててもあんまり強さを感じないんですけど、同じ編成でベジットの凸が貫凸とかさ、赤5凸とかの人と当たるとやっぱりゴジータブルーでも崩すのはちょっと厳しい。うん、ライジングラッシュで無理やり行くしかないみたいな、なんかそういう戦い方に持ち込まれるんで、やっぱ優秀なのかなって思います。まあ、パンちゃんでも強いと思いますよ。うん、こういう形にして、まあ、体力上げも積んで、でもうゴジータブルーとベジットこの2体でしっかり殴っていくみたいな、でパンちゃんは極力サポート、
で、パンちゃんがいることによってやっぱドラゴンボールの回収率が高いんですよね。必殺技にボール回収ついてるんで。だからライジングラッシュの回転率もかなり優秀に上がっていくのかなって思います。ただやっぱ17号かな、個人的には。はい、ということで合体戦士パーティーでした。お次のパーティーはこちら、劇場版パーティーになります。このパーティーはどうですか皆さん。なんかもちろんね、ウルトラゴジータブルーとビーストっていう今のもう環境トップクラスのキャラクターが無理なく採用できるパーティーなんですよ。唯一ビーストとウルトラベジータブルーを組み合わせるなら、まあ、劇場版か青紫染めパーティーみたいな、そういう形になると思うんやけど、だ最強ではないと思うんだよな。今の PVP って17号とウルトラゴジータブルーを採用してあと何かみたいななんかそういう環境じゃない。それぐらい個人的には17号の評価が高くて、まあそのトップ10のランキングではビーストが3位になったんやけど、まあでもそれでも強いよね。当然強いと思います。やっぱ踏ん張りっていうビーストもいるし、かつアタッカーですよね。ゴジブルとビーストでガンガン殴っていけて、パンチャンでボール回収とか、まあ相手の攻撃受けてこうカウント回したりとかもできるっていう、結構ねすごい大味なパーティーだと思います。ガンガン削って相手に何もさせず完封するみたいな、なんかそういうパーティーだと思うんで、まあ個人的には結構好きかな。ただ入れ替え候補がねないんすよね。ほぼ入れ替え候補ないよね。これ劇場版っていうことを考えると、まあないっすね。あったとしてもサポートメンバーを入れ替えて別のキャラクターに全開アビリティを乗っけたりとか、あとは体力上げを入れたりとか、まあ、そういう細かい調整はできると思うんやけど、まあ、現状これがベストだと思います。ゴジブルに全開アビ乗って、パンちゃんにも全開、違うわ、パンちゃんでビーストに全開アビも乗っけてあげて、で劇場トランクスで、まあ、打撃の火力も上げてあげてっていう、すごく一番バランスの取れたパーティー編成だと思うんで、これが現状一番強いんじゃないかなって思います。ただこのパーティー使うとその17号結構きついんですよね。リミテッドの17号、あいつの攻撃が全部通るし、結構なんかしんどい対決になるかなっていう感じはするんやけど、まあ、それでも各々のキャラパワーが強すぎて、使う人によっちゃもう完封できるようなパーティー編成なんでね、まあ、自分からガンガン攻めたいっていう人に関してはこういうパーティー結構向いてんのかなって思います。ということでいかがだったでしょうか。多分合計5種類ぐらいかな、紹介したのは。で合体戦士のリーダー枠とかちょろちょろ会話したけど、まああれを一つと考えると、5つのパーティーを紹介したんですけど、いかがだったでしょうか。まあこんなもんじゃない、今の PVP で戦えるパーティーって。他にもなんか色染めとかさ、青紫染めとか、まあそういう編成も戦えなくはないのかなっていう感じはするけど、まあ、今回はちょっとタグに絞って、ちょっとパーティー紹介してみました。よければチャンネル登録と高評価お願いします。それでは良きドラゴンボールライフを。バイバイ。